全国の麻雀ファンの皆様こんにちは。本日はフォーカス M シーズン10第33回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます早川凛香です。そして解説は三浦智博プロにお越しいただきました。三浦プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士とこの企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは33回戦の出場選手を紹介してまいりましょう。ちいちゃにこの方です。懐にそっと魔導書を忍ばせて得意の黒魔術で今日も対戦相手を打ち取ります。ビーストジャパネクスト所属菅原博恵。続きましてこちらの方です。その眼差しは卓上のすべてを支配する手数の多さと強い攻めに注目です。藤島健次郎。シャーチャはこの方です。打点力はさることながら守備力の高さは筋金入り、プラチナ元気に今日もオールイン白金咲。ベイチャーはこの方です。卓上に現れたりは凶暴な猛獣、そのオーラと鋭い爪は対戦相手を圧倒します。瀬戸熊直樹。以上の4名での対局となります。32回戦までの成績表がこちらです。こちらですね、黄色く塗られた、4社の対局となります。本日は、藤島プロが初戦ということになりますね。さあ対局場の準備ができたようです。そろそろ対局と参りましょう。フォーカス M シーズン10 33回戦投牌の開始です。よろしくお願いします。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール70分プラス1局の時間打ち切りで行われます。改めまして解説の三浦プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあちーちゃん、まずは菅原のハイパイがこちらです。ドラドラですね。パワー1があんこ、高ハイパイですか。はい、はい、両面パーツが一組できました。そして藤島がこちらですね。総勢一目ず赤ウピも1枚、そして白金、大相撲は赤ウーワン、そして瀬戸熊ですね。メンツはありません。さあ注目はどの選手になりますか。ここもうねドラドラで大チャンスで、藤島さんも2メンツありましたからね。そうだ、はい、2メンツも。さあこちらですね、イーション店。イーション店ですね、はい、はい、まあほぼ藤島さんは降りないでしょうね、このハイパイもらったら。そうですね、うん、赤ウーピン先に、ごめんなさい、ウーピン重なったんですけど目いっぱいにはせずに、はい、これ難しいですよね、はい、ここもまた選択ですね。なんか柔らかく9万とかいいピンを1枚外していくっていうのも今考えたと思います。統一をほぐしていって今後の伸びに期待するっていう感じですかね、はい、ただどっちも端にかかったシャンポンなので、スッチーピン引いてた即リーチでも十分強いよっていうことですね、はい、じゃあ今打ちたい、はい、うん、このねなんか1球がどっちか2位ぐらいだったらね、もしかしたら端っこの牌を統一で落としながらピン風いつも全部狙っていくかもしれなかったんですけど、うん、なるほど、うん、ここは即リーチでもいいよと。はい、ここは速度を重視した一打でしたかね、はい、まあ、らしいっちゃらしいですね。お、イーソーつもぎりはちょっと面白いですね。今の手って普通は、なんだっけ、E ピンと9万どっちかを統一で保護しておくと、はい、この後の変化が優秀なんですよね、例えば酸素とかウーソーを引けた時に、はい、完全イーシャン点に受けれるっていう手があるんですよね、はい、うん、なるほど、9万切った後酸素引いてもう一回9万引いて、はい、めちゃくちゃ素敵なイーシャン点になるんですけど、今回は完全イーシャン点になるメリットを捨てても今現状のE ピンと9万のシャンポンを狙っていったっていう感じですね、はい、イーソーが1枚切れていたというのが大きいです。うん、これで即リー打ちたいよっていう手形で進行してると、相当即リーチに標準を絞った選択ですね、はい、ただ2段目に入りましたけれども、いやまだ打ちますね。まだ打ちます、余裕で打ちます、はい、源次郎さんは早く打ちたいですよね、まあ、こう受けた以上はね早くテンパらないと、全然テンパないじゃんって感じですよね。ハイパイイーシャン点だったのに。といってもね、テンパイチャンス自体は4種類しかなくて、しかもシャンポン含みなので、はい、そこまでその早い順目テンパるかどうかって言われると微妙ですよね。なるほど。もしテンパった時にいい待ちが残るからいい手なみたいな、そんな感じですよね。うんうんうん、なるほど。うん、まあ両面両面でもね、平均10順ぐらいかかりますからね。結構かかりますね。それがね、シャンポン含みの両面シャンポンなんで、うん、うん、もっとかかるかもしれない。確かに。さあ親番菅原もイーシャン点になっています。藤島テンパイできるか、
白金さんもじわじわとチートイツ含みながら前進できてますね。はい、手話スルーしてますね。なるほど。Q1 一枚打たれちゃった。ここで Q1 もある。そうここで Q1、うん。さっきと違って、さっきはイーソのシャンポンが1枚切れてたけど、今度は Q1が1枚切れたことによって、はい、今度はねまた改めて酸素ウソ引いての完全イーシャンテンに取れるように、Q1 に手かけましたね。なんか即リーチとその手配の伸びのバランスを考えた、なんか柔軟な選択ですよね。はい、まあほぼ同じ形なんですけどね、さっきと。やっぱ1枚切れると、この端にかかったシャンポンとはいえど、さあテンパですね。瀬戸熊さんが1番手。さあ瀬戸熊リーチになります。街はウーパーがリーチ赤。これは1枚ずつかな。1枚ずつ、はい、そうですね。菅原がパワン3枚も持ってますね。ただ菅原さんはドラドラのドラドラでやめたくない、うん、テンパイ。さあ行きます。町はスーチーソーで追いかけリーチ。さあ両者はバチバチとぶつかっていきます。2対2だ。2対2、いい勝負。どっち上がってもおかしくない。一応藤島さんもイーシャンテンで、今テンパったらローマン勝負してもおかしくないですね。藤原さん、はい、あ、ごめんなさい、菅原さんには通っていって今ちょっと混ざっちゃいましたね。そうですね。誰が混ざりました。藤島さんと菅原さんが混ざって、藤原さんになっちゃいましたね。藤原さんが登場しましたね。さあ取った瀬戸熊が、まずはここは先に先制を取った瀬戸熊の上がりになります。リーチ2も赤1000、2000の上がり。親番菅原からの追いかけリーチが来てただけに、ここはまずは一安心、ほっと一息つけるような上がりとなりました。うん、なんかハイパー自体は全然良くなかったんですけど、はい、うまくいった時用にしっかり手組んでたのが良かったですね。さあどんどん2局に移ります。親番藤島、ドラはリャンマンです。みんなそこそこ、そうですね、特別早い人はいなさそうですね。そうですね、うん、皆さん同じくらいですかね。さあ3統一になった親番藤島、なんか1と9が統一だから、なんか珍老統と見たくなっちゃいますよね。あ、新人あたり中連だ。なるほど、中連。あ、ここからピンゾーをたくさん引いてですね。結構ドリーマーですね。結構ね見ちゃうんですよね最近。調子乗って。調子乗ってるんですか。そっか。でもこの藤島さんの手って、あ、まあ、でも今回ドラ受けがあるからね、できたんであれですけど。そうですね。うん、ドラ受けとかない両面もない形だったらね、どうせ時間かかるしやすくなっちゃうっていう理由で、なんか思いっきりピンズに寄せる手もありそうなぐらいですね。うん、なるほど。これはカンチーピン払うのが普通なんですけど、はい、先のこの先の変化でね、タイヤを変化がある分急須を切っておこうかどうかの選択でした。形的にはカンチーピン払っておくのが自然ですね。はい、カンチーピンを払っておくと、ソーズがね三層チーソ2種類両面変化が残るので、ピンズ残しても、そうピンズ残してもね、ウーピンは結局なんか結局くっついてるんでね、はい、下の部分が両面が増えないんですよね。なるほど。ただ合計を作っていきたいっていう、そうそうそう、いうことですね。いうことですよね。ただ急走1枚切っておくと、なんか自然にタイヤ変化とかがある分ね。はい。うん、さあ3層がくっつきました。理想の変化です。これを狙っていたと。うん、お、赤ウーは。イーペイコ完成、くっつきのイーシャンテン。お、これも面白いですね。8と9の選択なんですけど、ね、急走にしなかったですね、うん、普通はね、その8と9の選択だったらね、8の方がくっつきやすいんでしょうって言われがちなんですけど、さあリーチだ、うん、町はイースーピン。今の白金さんの手配だと、ソーズの5、6、7が近くにあるおかげで、この急走はスッチーソでもね転廃するっていう理由で、はい、うん、残したんですけど、ここはあっさり現物から、まあ、リーチ受けたんでね、急、うんうん、ピンが3枚見えだったのもありますかね。確かに町の弱さがありましたかね。さすがら、イースーピンで、ね、スーピンで上がるとイーペイコーがつく形ですが、スーピンは3山、3山高めの方が多い。イーピンは1枚、はい、ただ白金さんはもうくっつきのイーシャンテンなんで、さあ追いつけるか頑張りたいけど、ああ急走切ってる、難しい選択でしたね。急走がね、なんか早い人が何人かいて、はい、なんか急走回り結構生きてそうなので、1枚切れの白を勝負する手もあったかもしれないですね、一発目に。
ただこっちの方がいいか。これでさあリーチといきます。六山、六山、リャンパワン、高めのリャンマンもいますかね。で今 E ピンが藤島さん吸収したので6対3、6対3パワーですね。さあこのパワーは白金の一発の上がりになります。リーチ一発赤5200の上がり。なるほど、里駒さん現物がなかったんですね。でパワーマン切っておくとチートイドラダラのイーシャンテンで粘れるっていう判断ですね。はい、さあここは白金から一発での、あ、白金が藤島から一発での上がりとなりました。トンの3局へ移ります。あ、ごめんなさい、失礼しました。瀬戸熊ですね、失礼しました。はい、パワーマンでした。大変失礼いたしました。さあトンの3局、親番、白金、ドラバ、ローソー、ドラロソ、はい、ドラドラ赤の瀬戸熊、そしてピンズでも一面つ、スパラペー初統一です。これは本一にしたいですね。うん、というわけです。ワンギリ、さあ瀬戸熊さんが赤ドラドラで単ヤで仕掛ければ漫画見えるんですけど、はい、瀬戸熊さんがいきなりね、例えば数万出て関数万とか異数万でチーって言ったら、あれ瀬戸熊さんそれ満貫ですよねって、そうですね、みんな分かっちゃうんでね、どっから泣いていくかは難しいですね。やっぱこういう瀬戸熊プロとか、うん、こう有名なプロの方って打ち筋がもうみんな周知の上みたいなところあるじゃないですか。だから結構発信するのも難しいところありますね、うん、難しいですね、うん、結構こう読まれちゃうというか、その読みを逆手に取って仕掛けるっていう戦略もあるんですけど、あんまり瀬戸熊さんは使わないイメージですよね。例えば瀬戸熊さんが1巡目に両面チーって言ったら、はい、わ全員警戒始まっちゃうんですけど、そうですね、あえて微妙な手から両面チーとかするみたいなことは瀬戸熊さんやらないので、なるほど、まあ、もうこれはもう面前で十分ですね。はい、スワも泣かないと思います。さすがら面本チーといいシャンテン、はい、手配がかなりまとまってきました。白金さんが進まない、これは三層。瀬戸熊さんね、さっき、あ、でもそうか、積も上がった後の5に補充だから、あ、そうですね、うん、1000、2000の後の5200度、ほとんど、沿っているというか結構平たい感じになってるんですね、うん、ポイント的にはあまり動いてない感じですかね、うん、さあ藤島統一が増えます。1、2、3、4、統一目、これ結構チートイツ強めの選択ですね。何期って目いっぱいにする手もあったんですけど、さすがにね、現状自分がメンツなくて先制メンツで先制リーチする可能性は低そうなので、はい、ちょっとスリムにしながらチートイツ本戦になっていくかもしれないですね。もちろんこのダイレクトにね、2万3万とかアンコになってくれたら話は別ですけど、さあ瀬戸熊いいシャンテン、ちょっとリーチ判断とか見てみたいですよね。そうですね、うん、なんかイースーマンとかね、端にかかった町とか役なしになる可能性がある町はリーチなんですけど、単野で役があると闇天にするかも。あ、これはリーチですかね、はい、しかもマンズ結構悪くなさそうな捨て牌に見えますね、うん、さあサブローワンで瀬戸熊リーチです。なんとドラドラ赤の大物手、捨て牌見ると菅原さんがねほぼマンズ持ってなくて、藤島さんも上の部分は早めに切ってる、はい、白金さんもいい万早いので結構いい町だなって思ってそう。4万山ですね、うん、いいね、一発もまであります。お、いいシャンテンになったけど切れなきゃいけないのはローマンかウーソーなのでちょっといけない。そうですね、ローマンは当たり牌です。ここはチートイ、面本チートイで粘るかどうかですね。スーピンが現物なので無難に粘るか、でもスーピン切っちゃうとねテンパった時チートの上になっちゃうので、アローは1枚ここに、これもきつい、あ、厳しいですかね、まあ、でもリャンウーソーって言って頑張る手はありますね。もう完全に現物、うん、さあ瀬戸熊の町サブローワンは山へあと3枚、これはもう一人旅になりそうですね、うん、そうですね、やっぱりこのルールリーチがめちゃくちゃ強いんで、生半可な手じゃね、なかなか押し返せないんですよね。そうですよね、一発も裏もあって赤も3万入ってるので、さあこれで三者は受けに回った格好か。藤島さんまだリアンシャンテンなんだけど粘るって考えてますね。現物はあるんですよ、
現物抜くのは簡単だけどってことですか。言い輪は通ってはないですので、うん、ちょっと粘ってと。そうですね。でもこの手ってサブロー1が通らなければ多分前出ないと思うんですよね。で実際当たり牌ですから通ることはないと。と思います、うん、藤島さんクラスカンパーサ引いたり行くのかな。これはね無筋増えたんで行かないですね、はい、藤島はね、うん、こう何でもやってきますからね。そうですね、手数も多いし攻めも強いしという感じでしょうか、うん、対戦相手としてもそういう印象ありますか。うん、僕はどっちかというと藤島さんの強いところって相手の手牌読みだと思いますね、はい、あなるほどなるほど、うん、その眼差し俯瞰の眼差しで。そう、そのね相手のリーチに対してもかなり深いところまで読み入れてくるので、はい、だからねその押しが多くなるんですよね、踏み込みが多いですよね。そうそうそう、普通の人はもうこのリアンシャンテの段階で諦めちゃうところを読み入れてギリギリまで粘り込むからなんかすごい押しが強い選手みたいな感じに見えるんですけど、基本はなんか読みのところから入ってると思います、はい、しっかりと読みを入れた上での、うん、踏み込みだと。そうですね、いうことですよね。何を思う、積もれるかサブローワン。まだいます。まだ、2枚くらいいるの。あ、1枚くらいですかね。 1,2,3,4,5,6 2枚くらい2枚いますね。はい、まだ、そんなに背景ですよ。背景だったら文句なし。2枚山いるのかサブローワン。いない。ワンパイ。いやドラさんの手が開かれます。上がりたかったですけどね。そうですね。まあまあまあ。さあ流局したまあ良かったと三者は思っているでしょう。うん、間違いない。うん、やっぱりね誰かにね満貫積もられてしまうとトップになる可能性が下がっちゃうんでね。めっちゃ嫌なんですよね。そうですよね。例えばね連盟公式ルールだったら別にトップ取らなくてもね、はい、あんまり関係ないの、取れなくてもあんま関係ないので、誰かが満貫積もってもね自分が子供だったら2000点払うだけでいいんでしょうって。素点がやっぱり公式ルール大事ですもんね。そうそう、大事なんですけど、このルールはねトップの順位点が大きすぎるので、はい、誰かがね抜けちゃうとね嫌なんですよ。それは本当にそうですよね。さあ、トンの一本場、瀬戸熊の親番ですが、すごいハイパー入ってましたよ。ダブトン、トイツ、ドラドラ、赤。トイツ。うわ、これとんでもない手になっちゃいますよ。ダブトン。じゃあ、ダブトン以外のどこから泣くかはちょっと見どころですね。はい、しかもダブトンのシャーも山にいます、全部。イーソーは、普通は泣きますよ。普通はね。うん、でも瀬戸熊ブランドがあるから。もしかしたら、はい、気合で一枚スルーするかもしれないですね。気合のスルー。ちょっと誰かイーソー切ってもらっていいですか。藤島がね一枚持って、あ、これダブトン、あ、これはポンじゃない。これは文句なく、これはポンですね、うん、ここからだったらまあ自然と、自然ですね、はい、うん、さあダブトンをポンしたのは瀬戸熊です。これ仕上がったらダブトン本一ドラドラ赤で羽マンですよ。ドラポンできたら倍マンですよね。え、本当ですよね。さあ、早速決まるか。あ、でもここめっちゃいい。これ9万切りたい。後ろがでもこの手です、イーシャンテン。しごさんもね、今数ピン切るのが一番広い手だったんですけど、はい、9万切っておくとね、ほぼ単ヤオになって、超高打点。こっちも倍万クラスで返ってくるかもしれないですね。本当ですね。面単ピン三色赤裏とか。いらん。いらん。今なんていらん。今は残しておくとね、その、はい、リャンマン引いた時にマンズが2メンツになってテンパイできるんですけど、でもリャンマン引いた時ってそのマンズが1メンツ1ジャントになって数ピンにくっついたら単品3色みたいなのも狙えるし、テンパイ逃しても十分間に合うんですよね、はい、藤島さん面白いですね。今イーシャンテンに取る、あ、引いたリーチだ。先手取れた。はい、でもこれ降りないですよ、瀬戸熊。100% 降りないですね。ね、さあスッチーはね、白がねリーチですが、瀬戸熊はこの仕掛けを入れています。あ、ドラゴンにしちゃった。ドラが1枚。スッチーマンは止まんない。何山、藤島こちら1,2,3,4,4山。4山、いや大変ですよこれ。大変ですねこれは。白がね積もりたい。藤田さんもイーシャンテン復活。あ、想像引きましたよ。嘘でしょ。
嘘、ここはまっすぐぶつけていきます。これは怖い。これはね、もう尋常じゃない推しですよね。チーム1枚ここに吸収。尋常じゃないっていうか、もうこれはね、ダブトン本一天敗って読みますね、周りは。なるほど、じゃあもう結構いけないですよね。そうすると通ってない自敗は切れないですね。じゃあ藤島、このチーソー厳しいじゃないですか。チーソー 100% 切らないです。じゃあチュンですね。まあ、通った時しか切らないですね。はい、G1 だ、積もった白金、裏ドラ大きいよ。裏ドラ1枚、リーチツモ、タンヤオピーフは赤裏で3,600。大物手がまたも炸裂します。いや、瀬戸熊さんの出番かと思ったんですけど。本当ですね。やっぱりパーマン残しが良かったですよね。しっかり打点を見て、まあ、イーマン残さずに紡ぎったおかげで今のテンポにたどり着きました。はい、いや、大物手炸裂してバチバチとぶつかった白熱した試合ですね。さあ、乱入しています。親番菅原、ドラはパーソー、ピンズで1メンツ、そして藤島、シャアが統一です。メンツはない。白金はソーズで1メンツ、他はちょっとまだ苦しいか。瀬戸熊はこちら、イーピンがあんこ。ピンズの1通とか狙いたいですね。はい、第1通りアンマンから。さあ、難入してちょっと1人白金さんが抜けた形になったので、はい、ここからはね、2着争いが熾烈になっていく可能性ありますね。はい、例えばね、藤島さんの手配で普通だったらリーチ狙うところをなんか本一の2000点でいいよって仕掛けていく手もありそう。なるほどなるほど。同じようにね、瀬戸熊さんもね、ピンズの一通で泣いていく手とかもあるんですけど、多分瀬戸熊さんまだやらないでしょうね。やんなそうですね、うん、さあ9ピン、ピンズが増えた瀬戸熊。パマちょっと4ピン、これちょっと意外ですね。これはスピードを、スピードも優先させましたね、うん、はい、見た一打ですか。パーマン切っておくと、そのピンズの1色はもちろん、はい、1通や4頃の3色全部残しながらいけるかなと思ったんですけど、鎮逸には目つぶって4頃の3色と、あと広さを優先させた、うん、あの選択ですね。なるほど。さあ、チーピンですって、今度はパーマン切り。なるほどなるほど。縦系の手も逃さないような、うん、進行ですかね。ちょっとゴツゴツしてますもんね、もう一個縦に引いた時はチート1だったり3個が明確に見える分、うん、はい、さっきはリャンピン切ったけど、ここではパーマンで4頃の方に引き絞って、はい、キューピンあんこですって。これはマンズ切るでしょうね、数万かローマンか。これはでもね、リャンピン切ってるからチューリアはもう見れないですね、はい、いや、引き直せばいいんですよ。あ、引き直せばいい、はい、ここからね、リャンピン3ピン、うん、ウーピンとかって引いたらもう一気にですよね。まあちょっと痛いですけどね確かにでも2ピンを先に切って、これはさすがに数ピンか、2ピン切ってなかったらね、思い切りピンズに寄せたかったんですけど、ちょっとこの数万重なりで打点は3眼光とか、もう一個重なった時の数眼光に絞って、うん、この数眼重なりは結構シンパシー感じません？シンパシーですかなんか残しておいた牌が重なるってことは、はいはい、みたいな、こっちに行けばいいんだよ、いいんだよねみたいな、牌の声が聞こえたんですね。聞こえはしないんですけど、なんか聞こうと試みるみたいな。さあ、藤島がシャアを仕掛けています。シャアお高瀬ですけどね、泣いていきました。2枚目のポンでしたね、はい、まあ、これこのシャアスルーしたところで、どうせリーチまでもめちゃくちゃ時間かかりそうだし、さっき言ったね、やっぱ2着からそれが熾烈な分、ここの2000点の価値も大きいよということで仕掛けていきました、はい、さあ、菅原初が重なります。初は勝敗でもちょっとなんか嫌な感じですよね、この初。この初さあ仕掛けましたね。藤島がもう一つ岩のポンです。そしてこの形まだちょっと苦しい、イーシャンテンですかね、うん、カンシャンワンと頭が欲しい形、うん、このチーマン余らせるのはうまいですよね。もう張ったよみたいな、そうそうそう、見えますよね。で、この瀬戸熊の難がね、ちょっと止まりますかね。いや、これね、藤島さんファインプレーかもしれないですね、うん、今ね、藤島さん手出しでトーンとか切ってると2枚切らのトーンなので、全然テンパってるように見えないんですよ。なるほど、うん、まあ、よくてイシャンテンかなみたいな、うん、なんならまだターツされてないんじゃないぐらいに思っちゃうんですけど、今チーマン余らせたことによってシンパシー感じるね、これは。これシンパシーですか、残したなんか。これがそろそろね。大嘘切り。ファインプレーがあだになるか。ねえ、このなんだって山にいます。いや、見事な選択だったんですよ、うん、はい。めちゃくちゃいいタイミングでチーマン余らせたなと思ったら、まさか重ねられるとは。本当ですよね。まあいますんだよね、一応。こういうのたまにありますよね。こう受けに回った方がうまくいってたね、うん、みたいな。
まっすぐ行ってた時だけ失敗したねみたいなね、チート率でね、現場に受けずに、そうありますよね、安全な方を切ったら上がれてたよとか、あめっちゃあるそれじゃあなんでさっき勝負したみたいな、ありますね、でこっち上がれないんかいみたいな、そうあるあるある、これ麻雀打ちね、みんな結構共感していただけると思いますさあ白金はこの形ですが、いやここ無理ですね、何カツがねどっちもションパイでとてもじゃないけど切れないんですよね、藤島に対してねちょっときつい、うん、でこのチュンもションパイ、そう赤ウアンですって、うん、これはさすがに、あまだトーン切らない、へこれは意地張りましたね、意地張ったんですか、うん、だってリャンマン残していくとそのリャンウーパーマンでもテンパイできるんですよね、あじゃあちょっと やりましたこれは意地張ったな、あでもトンは山に絶対いるでしょみたいな読みとかもありますか、あ、それもあるのかな、でもね順目的にはもうねテンパ、おおなんだこれ受けに回ったらこうなっちゃうんだもん、瀬戸熊もねこのチュン切れないし、この Q1 はいや切りづらいですね、切りづらい、チュンも切れない、キュアも切りづらいってなるともうじゃあちょっとね、うん、そうですね、これ前に出るのはちょっと自重しようかなっていう気持ちになってきますよね、順目的にハツとチュンが見えてないんですよね、うん、じゃあチーピンですね、そう、うん、我慢、どっちかがあんこで隠れてたらこう打点、でもその場合はローキューも当たらないからな痛い痛い痛い、やばトン切ってたらハってたじゃないですか、トン切ると思ったんですけどね順目的にな, なんかもうチーワンパーマーでプレッシャー、シンパシー、シンパシーがやめてよやめてよ、あれ3個あるまだまだツボがありますもんね、えスーマンとシーピンだったんですか、スタの発展ですよあでもチュンがねないんですよね、キューワンもないか、えスーワンはテンパイまだスーワン引けばある、いやスーワン引きたくないですよこれだってスーワン引いたらスーワン個上がってたんで、確かにそうですね、じゃあいいや、スーワンね、これもあれはあるあるですよね、スーワン引いた方がテンパイ取れるかもしれないから嬉しいのに、はい、スーワンこれ上がってた牌だから引いてほしくないっていうね、うん、心は複雑な感じですよね、意味わかんないじゃん、うん、これトンキューじゃないですか、うわこれもう参ったねみんな、まあでもねトンタンキだった可能性はありますね、あなるほど、うん、やましくってるやーみたいな感じだけどトンタンキだった可能性があるからじゃあ別にまだやってるやんとはならないってことですね、でこれ伏せられるわけですよ伏せられます、ね、どういうことみたいな、やられましたね、やられました、ね、これ一番やられたら瀬戸熊じゃないですか、うん、ヤンマンって確かでもまあ考えられる手配としては、はい、例えばナンチュン発がトイツのイーシャンテンだったとか、はい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 、はい、でなんか安全パイにトン残したのかなとかいうふうに見えそうですね、実際は意地張って、はい、トン残してるわけですけど、やりましたね藤島さん、いやでも白金も今結構なんか最終的にはめちゃくちゃいい手になったから、うん、いやでもその全員の手をね、うん、ぶっ壊しましたよね、そうそうそう曲げさせてね、そうチーマンパーマン先切りで、いやうまかったですね非常に、うん、もう一歩ねトン早く切れば、うん、リャンマンとこはちょっと後悔残りますけどね、意地張らずにね、そう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 さあ何の2曲に映っていましたらば Q1、でも僕トン切ると思ったんですよね、もうチーワンパーマン先切りで十分プレッシャーかけたんですよ、そうですね、であの後に トンが出てきたら、あ完全安牌残して今テンパイかっていう風に見えると思うんで、切るかなと思ったんですけどじゃあ本人的にもちょっとやっちゃったかな、どうなんですかね、うん、僕藤島さんのなんかバランス的にあそこで、トンをねわざわざと見せつけて、うわ脳天だったのかってみんなに見せつけながら、うんうんうん、自分はしっかりテンパイするパーマン引いて、そんなイメージだったんですけど、確かにそれやりそうやっぱトンがいるって思っちゃったんですかね、やっぱね実際いましたしね、最後の最後らへんに菅原が持ってきてました、ちょっとずれてたら藤井もトン引いてねドヤ顔でこれだよみたいななってたんですけど、うん、ちょっとね自分のところには来なかったと、ああでもやっぱりいい、あのうまい選択というか途中の進行見事ですよね、本当ですよね、やっぱ麻雀って4人でやるゲームですからね、確かにね、自分の手配だけじゃないんだよと、三浦こういうの見て勉強しろよって言われてるようでしたね私もね勉強させていただきました、はい、さあ難しい手配、ドラが9万なの分ね、トン統一9は1枚浮いています、ただ藤島さんは多分トンポンして
アスタリドラ切って連チャン狙いに行くんじゃないかなと。説得もテンパイやみてんです。ピン、はい、タンヤを赤で役があります。これもリーチ選択ありますけどね。3ピン当たり合い吸収して藤島、これでイシャンテン、はい、ポンテンの形です。はい、瀬戸駒さん、これ闇天にするってことは結構そのなんかトップ狙ってないというか、とりあえず2着を確定させてみたいな。3ピン、3ピンサロンですね。瀬戸駒の上がり、タンヤを赤、2600の上がりです。この2着争いが熾烈な分、この2600は2900でも十分な加点ですよ、はい、もしトップ狙えるとしたら親で連チャンした時みたいな、そんなイメージでしょうね、はい、やっぱライバルの藤島の親番っていうのもありましたよね、うん、まあ、やっぱり2着争い、うん、大事と、もちろんね、うんうんうん、トップが一番偉いルールなんですけど、はい、2着3着のね順位点も20ポイント違ってくるので結構大きいですよ ね、しっかり、うん、トップ取りだけではなく、はい、長い目で見据えての2600、2900の上がり、まあ、たださすがにマンツモ圏内とかで、ね、トップなるとかだったらリーチしたかもしれないですけど、この点差だと2着狙いで、そうですね、だいたい2万点くらい離れてますよね、うん、現状リードしとこうと、うん、何の3曲、白金の親番、これはいいピンですさあね、トップ目の親番、これは狙われるでしょう、うん、藤島さんと菅原さんは親番なくなってるので、はい、なんとか、ね、瀬戸熊さんまで届きたいですよね。トップまではちょっと、ね、狙わないと思います。厳しいですもんね、うん、菅原さんはもちろんね、藤島さんまくるだけでも大事なんですけど、藤島さんまくる頃にはね、はい、瀬戸駒さんももう目の前にいるので、だったらもう一回マンガン積もりに行って2着狙いたいですね。はい、反対に藤島さんはね、瀬戸駒さんと4000点弱しかないので、まあ、1回上がっちゃえばもう目の前だし。はい、でも藤島この手ですよ。陳逸だ。あー、でもメンズできちゃった。イーシャンテン？これはいろいろありそう。なんかね、打点派は E1 切ります。あー、なんでですか？一通？ E1 切っておくと、はい、一旦リャンマンパーマンの一通のイーシャンテンになりつつ、はい、スーソにくっついた時は面単品3色まで狙えるんですよ。2、3、4の3色。そう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 。え、じゃあ、うん、ミールさんは E1 派？僕 E1 切りそう。超打点派、うん、ただこの半ちゃんの目標をね、2着に定めるのであれば、ええ、すぐ数層が両面に伸びた時に両面リーチで1000、2000でもう2着なんですよね。なるほど。このつもも嬉しい、うん、これ3万ですね。はい、うん、これでくっつきのイーシャンテンに取ったということですね、はい、まあ、まあこっちが普通ですね。はい、ちょっとイーマンはちょっと打点見すぎ、うん、みたいなちょっとひねくれてますね、うん、いやでもスーパー打点派はねイーマンって言ってましたからイーマン切ってる人はもう一回イーマン切るのかな、難しいけど、さすがらイーシャンテになっています。これだ。さあリーチ、町はサブローソー捉えましたね。この両面これで十分と。はい、リーチ赤の先制リーチ藤島です。でもイーマン切る人はこうなった時に別にサブローソーとリャンパーマン3万で十分でしょっていう、うんうん、そういう主張ですよね。それでもまあ高いしっていう、当たり前ね、イーシャンテンでドラ1枚あるから勝負したいんだけど、一旦9万で粘りますか、はい、さっきね両面決めるローソー切ったんですけど、うん、一旦逃がしたのにまた3層来ちゃった。ただこれもう一回3層くっつければ3層以外の部分でね両面できたら3層補充になっちゃうかもしれない。またトン切る、はい、このね菅原さん目線だとね、ここで藤島さんに大きいの上がられちゃうと、はい、結構ラス濃厚になってきちゃうので。そうですね、結構勝負どころなんですよね。でもこれ上がられても結構ラス濃厚になっちゃいますもんね。だからこそ戦いたいんですよ。うん、うん、G1 切ってウーアン短期、これは全然無筋ですね。 G1 通ってないですよ。超無筋。はい、これ押されたなって本人も思ってますよね、さすがに。どうなんだろう、順面も早いし。あ、これ当たり牌だ。これ吸収してリーチでしょう、ね、リーチですね。うわー、さあサブロッキューソーです、うん、藤島より1枚待ちが1種類多い。あ、これ2人、そうそう、これはやめれそうですね。藤島さんだけだったらね、はい、何か選んでイーシャンテンキープしたいんですけど、いくらなんでも2件リーチ、しかも瀬戸駒さんがね、おそらくイーシャンテンからチーマンウーマンとね、めちゃくちゃその先制リーチに厳しいところを押してきてるので、おー、いったよ。え、リャンピー2人に全然取ってないですけどこれはすごいね。僕だったらもうピヨ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 とやっぱここ勝負どころと踏んだということですよね。にしても強いね。降りてるようではね、絶対これラスになっちゃうみたいな。じゃあこれリーチだ。いや、酸素補充ですよ、うん、
三層。いやでもリャンピング人はこれリーチしないといけないですね。藤島が頭でですね、はい、二人に当たる牌だったんですけど、こちらは藤島が、頭跳ねといった形です。リーチ赤2600の上がりとなりました。一、うん、まあ、つあるのが共通の安全牌がなかったっていうのが理由でしょうね。うーん、そうですね、うん、ちょっと回って中途半端な牌を切るくらいなであればっていう主張なんでしょうけど、うん、まあでもやっぱり結構ね、その瀬戸熊さんが信頼できる追っかけリーチだと思うので、ちょっとイーシャンテンからはなんか頑張って筋のリャンマンとかで、はい、うん、回った方が良かったかもしれなかったです。さあ、何の4曲オーラスになってます。親番瀬戸熊、ドラはローソーです。さあ瀬戸熊、この親番はなんとかトップの白金をまくれるように大量加点が欲しいところ。もうなんなら藤島さんまくれれば十分かもしれないですけどね。でも親がね連チャンしちゃうから、うん、だから一回 5% クラスを上がって、はい、次様子を見ようみたいな感じになるから。なるほど、うん、まずは一回上がってと。そう、絶対ね、もう下の諏訪さんが下離れちゃったんで、はい、漫画積もらなければ大丈夫なので、とりあえずこの曲は頑張るんですけど。瀬戸くんも赤ドラですからね、上がったらなんなら 5% どころか12000、うん、漫画上がればね2着も安泰になって安心してトップ狙いますね。そうですね、これでも藤島さんのかわしが入りそうですね。藤島さんはトップまで倍マンツも必要なので、はい、まあ一応、あれなんか国士になってる。あら、一応ね、リーズもチートイ、赤ドラドラ、裏裏裏みたいなの可能性あるんですけど、はい、おそらくこの手は泣いて単用で仕掛けてるでしょうね。ここはさばいて2着と。ポンポン。お、あ、しない。藤島さんどうしたんですか？お、やりました？あれ藤島さんこれポンしてませんでした？いつも。あら、珍しいですか？あれトップ狙ってます？もしかして、あ、これ今数ピン引いたことでちょっと狙っちゃってます、ひょっとして。トップ狙いたくなっちゃいました？今数ピン引いたことによって、はい、なんかメンタンピン三色赤ドラみたいなのが若干見えるんですよね。おーおー、うん、はい、でね、倍満積もればトップなので、これ狙っちゃってますね藤島さん。狙っちゃいましたね、うん、あ、でも須田駒さんめっちゃ良くなっちゃった。はい、手形が非常に整ってまいりました。菅原もこれ10種ですね。あとリアンシャンテン、はい、手の形が全部国士に必要な範囲になりました。来た、来てない、あ、違う、 G1 だったらねすごい嬉しかったですけど、うわ違う、なんか縦に縦に4トイツはね、9層9ピン初難、どれも2枚切れの範囲はないですね。本狼チートイとか本狼トイトイとか、しかもダブナンなんですよね。これ選択ですね。もう今選択しないと。やめるんじゃないですか。やめますか。うん。イーソが4枚切れ。シャー。うん。イーソ切りそう。E ピンにした。え、E ピンの方なんだ。じゃあ、なるほどなるほど。ダブナン初。あ、ドラのローソー。はい。チャンタ。で、マンガンじゃないですか。あ、白金仕掛けましたよ。ドラのローソーポンして、ロー Q1 でテンパイです。ペイは役牌なので役がある。なんと。トップ目白金が自分で決めるのか、いやさあ藤島シャンテンだけど数層とか切る手もあるね。さっきドラのローソー切ったってことは、うん、でもこれ今チーピンアンコウになったんで、三眼コウで若干の倍間の手順が見えてきたんですね。メンタンツも三アンコウドラ裏裏、うん、若干ね、ここが広くね、はい、あと数層だとね白金さんの現物なので切りやすいっていうのもありましたけど、あ、でも9枚薄いんだ。3枚切れ。ローワンも場に2枚切れてますね。ってことはもう全然ないですか。全然ないです。9番がじゃあ1枚だけ。ただ瀬戸熊さんがローマン余る可能性はありますね。はい。入り方によってはですね、パーワンとか引くと。あ、これ一旦あのパーソーションパイまでも切りたいですね。はい。こうなるとイースチーソーかウッパーマン引いた時は危ないですね、はい、危ない。白金は老朽はねテンパを入れている。カン一応カンするんじゃないですか。切れない、ね、カンしました。全然切れないんで、これ死んだら乗ったら倍マンが見えてくる。リャンワン乗ってない。あ、でも見えない。 あ、闇点だ。これで数アンパワーの闇点。なるほど、じゃあ2着でいいって感じですか。いいって感じですね。いいって感じですよね、うん、倍満見れなくもないですもんね、リーチしたら、うん、裏が全部乗りましたとかありますもんね。ありますね。ただパーマンが
ドラポンの現物。あ、ここでリーチだ。思い直した思い直した思い直した倍もあるかも。さあこれでスーアンパーワンのリーチです。裏ドラ楽しみなリーチですが、白金は老朽腕で転廃してる瀬戸熊もこれ簡単にはやめたくない。瀬戸熊さんはほぼ降りる理由ないんじゃないですか。あ、降りる理由がない、降りる理由がない、はい、いきますか。じゃあなんかどう見えるのかな、つもぎりリーチ初めからすごい高打点で、はい、バイマン狙えそうな手だったら即リーチ来そうなので、確かにつもぎりリーチですもんね。なんか打ってハネマン以上あることって相当なさそうな気がするんですよね。でも裏ドラがちょっと怖くないですか。まあ、もちろんそうですね。ね、1枚1種類多いですから、まあまあ、もちろん自分の手がいいからなんですけどね、押す一番の理由は打ってハネマンだと4着まで行ってしまうが、これチーマン切れる、チーマン切れる、チーマン切れる理由を探します。あ、でもローアンが自分からノーチャンスだけど、あ、本当だ。でもいや難しい。あ、でもフリテンか。いや切るは切る、どっちか切りたいんですよ。いや粘る手もあるか、両層三層って粘る手もありますね。いやどうする。あ、ローアンですね。ローアン白金の上がりです。ペドラさん8000点の上がり、白金自ら上がりをものにしてトップを決めました。さあ33回戦トップには白金、2着に藤島、3着瀬戸熊、4着菅原の並びで終了となりました。続きまして34回戦です。